カルロスコロンは、プエルトリコ出身の元プロレスラー、現プロモーター。プエルトリコのプロレス団体、WWC の主催者として知られる。元 WWE スーパースターのカリートとディエゴは、彼の息子であり、フェルナンドはおいである。日本では、カーロスコロンとも表記された。少年時代の1961年に、一家で、ニューヨークのブルックリンに移住後。 アントニオ・ロッカとミゲル・ペレスのコーチを受け、1966年2月16日に WW、WWWF 県のマサチューセッツ州ボストンにてデビュー。アフリカ系ラテンアメリカ人のベビーフェイスとして活動し、アメリカ東部をはじめカナダのモントリオールにも遠征。WWWF では1968年から1969年にかけて、ゴリラモンスーン。 ケンタッキー・ブッチャー、ブル・ラモス、バロン・シュクルナ、ギロチン・ゴードン、ルーク・グラハム、ブルドッグ・ブラワー、キラー・コワルスキー、プロフェッサー・タナカなどのヒール勢と対戦。タッグでは、ビクター・リベラとのプエルトリカンコンビで活躍した。チーフ・ブラック・イーグルを名乗り、ブラック・インディアンのギミックでも活動しており、1971年7月には、このリングネームで、国際プロレスに初来日している。 同時期、カルガリーのスタンピードレスリングでは、カルロスベラフォンテの名義で活動を、アンガス・キャンベル、クルト・フォンヘス、ギル・ヘイズ、キラー等オアカマタと構想を展開した。1973年9月、WWF 時代の名優モンスーニア、ビクター・ジョビカと共に、故郷のプエルトリコにて、WWC の母体である、キャピトル・スポーツ・プロモーションズを設立。 以降、本名のカルロスコロンを、リングネームに、同団体のプロモーター兼エースとなり、アーニー・ラッド、ザ・スポイラー、オックス・ベーカー、アブドー・ラ・ザ・ブッチャー、キラー・カール・クラップ、モンゴリアン・ストン・パー、ブルドッグ、ドン・ケントラを相手に、1980年代初頭に、かけて、北米ヘビー級王座や、プエルトリコヘビー級王座を争った。 この間、日本には1976年2月にカルロスコロンとして国際プロレスに再来日。カルガリーでの構想相手だった鎌田のパートナーとなってヒールを演じ、3月13日に茨城県境町にてグレートクサツマイティノウエヌイは世界タッグ王座に挑戦した。1979年8月にはブッチャーや ボボブラジルとのブラックパワー軍団の一員として全日本プロレスに初参戦。8月24日の帯広大会ではブラジルと組んで極土コンビのアジアタッグオーザに挑戦し、8月31日には大阪府立体育館にいてミルマスカラスとシングルマッチで対戦している。1980年代もプエルトリコの帝王として活躍し、 1982年7月には新設された WWC 世界ヘビー級王座をブッチャーからダッシュして第二代王者となった。当時の NWA 世界ヘビー級王者もプエルトリコに昇平し、1983年9月17日にはハーリーレース、同年12月18日にはリック・フレアーとダブルタイトルマッチを行っている。フレアー戦の後、 同王座は、WWC ユニバーサルヘビー級王座と、解消され、以降、WWC のフラッグシップタイトルとして、ブルーザー・ブロディ、スタン・ハンセン、タリー・ブランチャード、ボリスズー・コフ、アファー・ノアイなどをチャレンジャーに防衛を重ねた。1985年2月にドリー・ファンク・ジュニアに、奪われるが、同年6月に奪還。翌1986年4月に、 負傷のためタイトルを返上するも、9月21日のトーナメント決勝で、テリー・ファンクを破り、王座に返り咲いた。1990年代より、旧友モンスーンの仲介で、古巣の WWF と提携し、1993年1月24日のロイヤル・ランブルにも出場。以降もサビオ・ベガや、ミゲル・ペレス・ジュニアを WWF にブッキングした。本拠地。 WWC では、ディック・マードック、グレッグ・バレンタイン、メーブルラとユニバーサル・オーダーをめぐり激闘を展開、1999年末まで、通算26回にわたって、同王座に体感した。2000年代に入ると、息子のカーリー・コロンに、WWC エースの座を譲り、自身は、プロモート業に注力する一方、ハードコア戦線にも進出。 2001年1月6日、ブッチャーワンマンギャングとのトリプルスレッドマッチを制し、WWC ハードコアオーザの初代チャンピオンとなった。息子たちが WWE で活躍していた当時は、自身も WWE の番組や興行に時折登場し、2005年8月26日には、プエルトリコで開催された RAW にて、カリートがホストを務める。 カリートズカバナにゲスト出演。2006年9月11日のマディソンスクエアガーデンにおける RAW にも登場した。2008年7月19日に現役引退を公式に表明し、以降は WWC の運営に専念している。2014年、WWE 伝道に迎えられた。ありがとうございます。